素晴らしい、ダンスです。なんで急すぎる。ボーカルのコです。ドラムのです。はい、P 入った。はい、第7回目、うん、そうですね、はい、始まりました。生さティのおちゃらけ本音ラジオ。このラジオはですね、はい、僕たちがどんな人間なのかというのを皆さんにお届けしていく、うん、実験型視聴者参加型ドキュメントドバラエティ番組でございます。ラジオどこ行ったんだ。じゃあですね、皆さんコメントをいただいたのは僕らが読んでいく、質問に答えていくという、そういうコンセプトでやっております。はい、ということで、どうですか最近は。最近ですか、なんか暑いね。暑いね、うん、いやー暑いで、暑すぎね、うん、嫌になっちゃったね。こんなに元気がないのはあれなんですよ、うん、そうなんです。実は12時間もう11時間前まで、もう撮影をしておりました。これですね、来週公開できるかなと思いますんで、うん、楽しみにしておいてください。イエイ。どうしよう、音源流すここで。うん、それでは聞いてくださいみたいな。いきなり。いきなり。俺持ってるかな。そっから流すの。ここで流しといて、編集でこっちでも流す。ああ。その間は ここ無音だから。ああ、なるほど、ね。喋って。じゃあ。じゃあ。オンエアしますか。オンエアしますか。どれだろう。眠いね。眠い。何時間寝ましたか。3か2時間。僕はね、ゼロでございます。だろうなと思って歌詞を書いておりました。あ、はい、何の時間で分かったの。寝てねえな。そうね。起きた。意外といけるね、でも。じゃあ行きます。行きましょう、はい。じゃあ来週公開されるミュージックビデオから、じゃあワンコーラス1番だけ皆さんにお聞かせしたいと思います。はい、聞いてください。ナンバー13で All I Want。やったよそれ。マジで。全然気づかなかった。なんかちげえなと思って。もうここら辺からじゃあ音声入ってる、うん、この音声の背景でこれ流れてるみたいな感じでやります。うん、どうでしたか撮影は。暑い。暑かったね。暑い。場所が場所なだけにね。いやでも意外と夜涼しかったよね。あ、まあ、うん、日中に比べたらなんかもう出るものがなくなったよね、うん、終盤、汗すら、うんうん、あでもタバスコの時の方が、あ、そう思った、うん、なぜかそっちの方が、なんでだろうね、うん、確かに、うん、あっちの方が暑かったな、うん、
やタバスコの時の方が疲れたよね、でも。うん、確かに。なんでだろう。なんでかな。慣れたのかな。俺らも成長してるってことね。怖かったよね、なんか場所、なんか楽屋、秋田のじいちゃん家みたいな楽屋が なんか拘束具があったよね。そうだよ赤い部屋に、うん、そういうのは興味ないと。ん？そういうのは興味ないっていう。何が？興味ない？何が？高速部に？うん。いやあるけど。曲の話してよ。え？曲の話してよ。いやお前から降ってきたの。さとちゃんなんか興味示してたよね。そうだね。おおすげえ。今回もあのタバスコの。PV 撮ってくれた鳴滝さんに頼みました。いいものになるんじゃないでしょうか。しょうか。どうですか。どうですか。いいじゃん。なんか新しい撮り方だったからね。うん。面白い撮り方だったね。面白い撮り方に注目。注目。ね、いいじゃないですか。うん。でね、どんどん曲をレコーディングできたらいいですねという。はい。じゃあ来週公開です。来週公開です。ミュージックビデオ見てください。見てください。お願いします。何分ですか。誰も測ってない。画面に映ってるかな。そうだね。なん？結構いい感じ。教えろよ。いい感じ。でも全然だった。だからコメントの方をおコメントの方を、はい、紹介したいと思います。龍之介林さん、龍くんですね。りゅうくん、まさどっちの一番弟子。いやいやいや、そんな記憶ないけどな。というまさどっちよりはうまいかな。りゅうのすけくん、高校2年生。高校2年生。まさどっちへの罰ゲームもっと見たい。なんで俺だけなの。やめてくれ。何しようか。やめろよ。用意しましたとか言うのやめてね。しないよ。罰何の罰。罰じゃないじゃん。なんかやるんじゃ殴る。なんでだ、それいじめじゃん。だから暴力だそんな。止まったね。いつも止まるね、君が喋ると。これまでの5回の6回のラジオ全部見てみてください。全部止まってます。止まらせるね。はい。次いきますか。はい。はい。あと1秒で放送事故でしたね、今のはね。ヒロさん。あ、やるか。じゃあギャグ線が高いと業界でも噂のナンバーサーティーンですが、皆さんの大喜利が見たいです。こんなバンドは嫌だ。とライブ中小松の様子がおかしい、何があった、この2つよろしくお願いします。うわこれ難しいやつじゃん。え、昨日言ったじゃん、大喜利って。ちょうどその話してたじゃん、うん、大喜利って何っつってたじゃん、うん、とりあえず何か言えばいいんでしょ。お題に対して何、うん、か面白い答え書く。ああそうだね。で俺は書いてきたけど紙に見せてから、それをお題に答える。紙に書いて、うん、あ、百科事になっちゃうんじゃない。そうなの。見せるとなんないか。なんないよ。何を言うとるんじゃ、お
こんなバンドは嫌だ、どんなバンドって言って、うん、出す、で読む。あ、お前、え、テレビって知ってる？いや全然見ないから。え、いや答えを書けばいいのじゃん。そうそう、あ、こんなバンドは嫌だで書けばいいの。うん、こんなバンドは嫌だ、どんなバンドか。どんなバンドか。これも何個か書いて持ってきました。うわ、むずいな。むずいね。こんなバンドは嫌だ、こんなバンド、あー、ちょっと待って、これマジ放送事故になるかね、つまんなかったら。あ、つまんなかったらダメなんだ。当たり前じゃん、面白さ重視で。そういうえ、何、当たり前のこと書こうとしたでしょ、うん、当たり前のこと書こうとした。普通に嫌なやつの でってなるやつダメだよ。面白いことむずいね。じゃあ書いてる間に俺行く、じゃあ、ちょっと待って、結構時間かかるよ俺ら、うん、じゃあ、こんなバンドは嫌だ、どんなバンド？バンドの T シャツを家でお母さんが着てる。これですね。ちょっと待って、なんか むずい、ね、難しくさせた、この答えが。まあこれがだから正解ですよ。一本すごい、チクシュ、確かに面白い、ね、チクシュ、これしかないけどね、面白いの。あ、ちょ待って、ほんと難しい。むずっ、思いつかないんだけど、そのプレッシャーがすごい。はい、こんなバンドは嫌だ、そんなバンド。いやでも助かる助かる、時間稼いでほしい。ドラムの顔がでかい。俺やねえかお前。ああ本当だ、確かに、そうだ。ちょっと待って難しい。はい、こんなバンドは嫌だ、どんなバンド、ボーカルが急になんかわけわかんないコントロール運命に改名。チュッ、一本。これ嫌ですね、急に名前を変えるという。あ、でも俺はもうないかな、順番間違えた。いやもうなんか変なのしかできない。全然できない。いっちゃおう、ノリで。はい、できた。今度面白くないのも可愛いって思われる。言って。こんなバンドは嫌だ、どんなバンド。メンバー全員ゲイ。それ嫌ですね。嫌だね、確かに嫌だ、これ恥ずかしい。やべえ。まあストレートな答えですね。こんなんでいいんだ、じゃん。書いてそれでも思いつかないんだけど。むずっ。じゃあ1個やろうよ。今1個をね全力で考えてるんだけどね。じゃあ他にお手頃なコメント読んどく。いちごさん、ナンバー13の T シャツ早食いしてほしいです。だって早食いか。うわ、さっき おにぎり何個食べちゃった。おにぎり1個で3つなきゃダメだよ、対決しなきゃ。なんか後々やります。じゃあ早食いで負けた人が
なんかなんか勝敗見えるけどね。俺もうストレスは解放されてるから大丈夫だよ。でも夏はやっぱ食べれないよね。去年の夏あの海鮮丼お昼ご飯食べるの1時間半ぐらいかかった。アメトーク見終わってた気づいたら。相当食ってんね。はい、はい、こんなバンドは嫌だ。どんなバンド？元カノが一人もいないから歌詞が全部お母さんに向けた歌詞。そうね、彼女に対してとか書くもんね、やっぱ。うん、それはできないっていうね。切なさも大事だよ、笑いに。切なさとか意外性とかね。俺も全然まだまだつまんないわ。まだいけるわ。一応思ったやつ書いてみてよ。 あのつまんなくてもいいから。さっきのつまんないシリーズあったじゃん、最初なんか書こうと。それが意外とウケるかもしんないじゃん。こいつだってあの企画やろうっつってみんな考えてた時に何やるって言ったら、たこ焼きを食べるだけの企画って言ったら、はぁって思ったもん。なんかポケモンのぬいぐるみを投げるみたいなね、言っててね。意味が分からない。3秒で終わる動画じゃん。ちょっと見ないでおこう。こんなバンドは嫌だ。どんなバンド？ドラムのスティックでラーメンを食べるドラマー。え？つまんな、つまんなすぎるわけでもないから、うん、無になっちゃった、うん、普通に嫌だなって感じだよね、うんうん、いねえよそんなやつ。もうちょっと思いっきり、うん、つまんなくしてほしかった。あ、ごめんごめん、中途半端すぎた、ちょっと。センスね。考えろ、笑いを。うん。ちょっとじゃあ伸びちゃってもいいわ。20分以上に。ライブ中、じゃあ次のお題。お、やる気あるね。字が小さい。書き出しが一緒じゃん。食材を変えるとかなしで、うどんにするとか。コメントもうないの？めっちゃあるよ。シャチさん、マサトッチへの罰ゲーム最高だった。自分の一番好きな動物について一人で語ってください。ちなみに私はシャチが世界で一番大好きです。シャチですね。シャチさん知ってるね。シャチさん一番好きな動物犬かな。犬、お前猫じゃねえの？犬だ。お前柴犬がいいよ。マジ、うん、俺あのでかい犬がいい。あ、ゴールデンレトリバーとか。語ろうぜ。今日のテンションやばいね俺ら。上がらない。
僕はね人間です。一番なんかね楽しいじゃん、うん、ということで、愛優香さん、前回の風船のビビり面白かったです。暑くて皆さんの体調が心配です。そこで夏バテしないように激激激辛カレーを皆さんに食べてもらいたい。速さではなく誰が一番に完食できるか。速さじゃん。ほんまに体調心配してます。わら、ありがとうございます。カレーか、なんか激辛系もなんか動画出したらいいと思います、うん、そのうち。イエーということで、あと1個かな。タバスコさん、ありがとうございます。いつもマサトッチは追い込まれて輝くタイプ、さすが M さんですね。2つの意味で、他の2人にビビリの他の2人のビビリっぷり尖ったものを探して財布を探る小松さん、最高に楽しかったです。夏といえばホラーということで、暗いスタジオの中で怖い映像を見るメンバーの反応が見てみたいです。プチドッキリも面白そうですね。これなんか見る？やだわ、なんか怖いのは。あ、うん、残るじゃん脳裏に。夜とか思い出す、検索履歴も残るし、やだなやだな、うわぁ、コアだけでも出たわ、もう。怖い動画とかも。コアだけで出た。うわ、うわ、うわ、怖っ。シャール怖っ。あ、もう無理。これ見たら思い出すやつだ。残るじゃん。おい !43 分あるよ。えあ、これテレビのやつだ。でも俺これでも無理だわ。お分かりいただけただろうか。うわ、10年以上生きてが積んでる。見ろ見ろ、お前ら見ろ。あー、もう編集で思い出す、またこれ。うわうわ、来るよ、ドア開けたよ。ハイアパートだって。え、何？何があんの？え、ちょっと待って。え、怖っ。寒いな、寒くなってきたな。やばいやばいやばい、来る。うわ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 、マジで。え、続いてる。え、うわ、怖っ。なに、なに、見えなかったんだけど。うわ怖っ。無理怖っ。うわ、これ無理やば。怖え。やばい、顔、顔が顔がすごいきつ、ちょっときついっすよこれ。僕ら全員無理っす。うわ、サムネで。いやもう、ちょっと、もう、イエーイ、もう、タバスコさん、ホラー、ホラー系 NG で、またコメント来たら見なきゃいけないんで、本音ラジオですからね、何でも、コメント来たらもう何でもやりますからね。
なになになにな、何ですかこれ。レイに取りつかれてた今。寒気ねえ。コメントは以上。あのなんか言うことあったんだよな。はい、やっちゃうか。来週の7月8日の、ライブで、うん、なんと、うん、新曲をやります。ああ新曲をやります。ライブで、どんな曲？どんな曲？え、今までのナンバーサーティーンとはまたすごい違った乗れる曲になってると俺は思ってますね。そうです、サンライズという曲ですね。英語で爽やかな感じで出してきております。楽しみにしててください。何曲目にやるかはお楽しみということでね。はい、あとあれ、缶バッチ。ああそうですね、じゃあ7月8日のライブから缶バッジをグッズ化したいと思います。値段は300円。ぜひぜひ物販にてお買い求めください。よろしくお願いします。します。はい、お前来週罰ゲームだな。なんか可愛いでしょ。こんなバンドは嫌だ、こんなスティック持ってるやつ。確かにこれはね面白い。来た、やった。これは面白い。おやすみプンプンか。いいですかね。じゃあこれ向けでしょ。こうでしょ、向き。お前向きこだわるよな。こうなって目合ってんのかよ。じゃあ今週もどしどしコメントください。下のメールアドレスにも待ってます。じゃあ、ナンバーサーティーンの第7回おちゃらけ本音ラジオでした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。よし、今日は体力があれだったね。続いて新曲